はい、今回はカーリースはデメリットだらけでやばいからおすすめしないとなぜ言われるのか、こちらの件についてですね。考えてお伝えしていきますえー。今回もよろしくお願いいたします。まあ、皆さんもですね。えー、まあ、車に乗られる方まあ、いらっしゃると思うんですが。 まあ僕はあの車乗らないんでね、まあ、ちょっと分からない、まあ、免許持ってますけど、ほとんど運転しないんで分からないんですが、まあ、このカーリースっていうものに関してですね、えー、まああのいくつか言われていることがあると、でえー、気になるのが、ですねこのカーリースはデメリットだらけでやばいからおすすめしないと。こ、まあ、こういういとが 言わわれるわけでですよで物事っていうのはあ2つの側面があるんで当然このカーリースっていうのにもメリットがあると思うんですねしかしデメリットだらけで、えー、やばいからおすすめしないと、まあ、そういったことが言われるとなぜなのかっていうことを考えていきますメリットデメリットあとですね、えー、もしもカーリースを、まあ、あー使うっていうか利用するんであれば 後悔しないためにどうしたらいいのかってそういったことを今回は考える内容をお話ししていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまずですね カーリースのメリットっていうものがあるわけですね、えー。物事メリット、デメリットがあります。で、そもそも車を買う、まあ新車を買う、あるいはまあ中古車でもいいですが、まあ新車に限って考えますと、新車っていうのは高いじゃないですか。まあ物によって何でも、うん、まあ軽自動車であっても新車、あるいはですね、えー、まあ普通の乗用車、セ,セダンっていうんですよね、セダンであっても高いわけですよ。 新車購入っていうのは金額的に高いじゃないですか。で、まあ、ローンで買うにしても、頭金がまあ必要っていうことで。でね、えー、まあ、こうこのようなね、経済的に厳しいまあ、ご時世っていうのもありますし、そうでなくても、えー、もう例えば頭金を用意するのが難しいっていう方もいらっしゃると思うんですよ。で そういった頭金を用意するのが難しいとか、まあ、そ,うそういったまあ状況であっても、まあ、頭金も用意しないでも車にこう乗れるのが、このカーリースっていうこことものなんですね。車をまあレンタルっていうかまあリースするっていうことで。でこのカーリースのいいところっていうのは、車の頭金もいらないし、別に登録料とかもいらないですよ。登録登録料って高いじゃないですか、何かと。 車両登録代行費とかあと車を持つ車庫証明費とか、ね、そういったものとかも別にまあいらないとで、えーまあ、自動車税とか自賠責の費用もいらないとただしこれ注意点があるんですが後でえお話ししますが 自売席ははいいらななっって言って言も任意保険には入るべきなんですね僕はそう思ってます。まあ、皆さんもそう思ってる人多いと思いますが、あのもしかして事故っていうことがありますから、対人、対物、無制限とかっていう、任意保険には入るべきだと思います。で カーリースの相場っていうのは、月1万円とか1万円未満っていうことなんで、えー、いいじゃないですか。1万円未満で、ねまあ、新車とかにまあ乗れるっていうことであれば、うん、メリットが多いなと思うんですよ。ここまでの少なくとも話であれば、えー、デメリットではなくメリットだらけだと思うんですね。カーリースはメリットだらけだと思うんですが、 カーリースはデメリットだらけでやばいからおすすめしないと、まあ、そういった話があるつまりデメリット悪い点があるということなんで悪い点について調べてみましたいくつかあるんですがこういったことをまあ知らないと、うん、まああの良 <laughs> くないとただこういうことを考えて考えた上でね、えー、そのカーリースするんであればいいんじゃないかと思うんですよでこのまあデメリットっていうか、うん、何かっていうとカーリースっていうのは中途解約 えっと、途中解約中途解約ができないんですよこの契約する際にカーリースを期間を選ぶんですね3年とか5年とか だから、あの、この、なんていうのかな、期間の縛りとか、そういったも,ものがあるんですよ。3年契約、5年契約にしたんで、例えば1年をしてね、途中で辞めるとか、そういったことができない。リース契約があるから、リース契約は途中で、えー、解約することができない。もしもリース契約を途中で解約するんだったら、違約金っていうのが発生するんで、えー、その違約金を、えー、<laughs> 一括で払わないといけないっていうことなんですよ。だから あのの慎重にななるべきなんですよね、えー、その例えば先ほどお話ししたように新車を買うのに、えーまあ、ちょっと金銭的に厳しいということ、まあ、それはそうだと思うんですがこのカーリースっていうのはそのね頭金がなかったりするんですが逆にその <coughs> 契約期間のその縛りがあるんですよその縛りをまあえー、解除すると、えー、違約金が発生するっていうことで違約金を一括で支払うっていうの、ね、はきついじゃないですかだから このカーリースをするんであれば、こういうことを慎重に考えるべきです。何も考えずにね、例えばその、えー、月額1万円未満だからいいとかっていうと、ね途中でやめるとかっていう話になって違約金が出るということで、えー、後でいろいろ困ってしまうということなんですね。 あと続いてなんですが、カーリースっていうのは走行距離に制限があるんで、これでも僕は思いましたけど、あの車の長距離運転する人ってのは、これやめた方がいいですね、これを知らずに、例えば先ほどの1ヶ月、えー、ね1万円以内だからいいんじゃないかとかっていうんですが、カーリースっていうのは、年間走行距離っていうのがあ制限されているっていうことなんですよ。それはなんでかっていうと、車の劣化を防ぐため、その。<coughs> あの元々そのリースしてる会社側のえ車のまあ走行距離で劣化を防ぐためっていうことなんですよ。であるいは リースで、えー、車を、まあ、戻ってきたときに一定以上の、まあえーまあ、なんていうのかな、一定以上の価値を保つためっていうことなんで、で、その、えー、決まってる走行距離を超えるとです、ね、追加料金がかかるっていうことなんですよ。だからあの、もう長距離を運転するっていうことが分かっていた場合を、ねえー、もうあらかじめかなり長距離を運転するっていうことが分かっていたら、えー、このカーリースはやめた方がいいっていうことです。こういうのを例えば全然知らずにね、えー、すると、本当にそのデメリットだらけでやばいっていう。 まあそういったことでおすすめしないまあ、こういうことを全て踏まえた上でいいんじゃないかっていうことであればまあいいと思うんですよ。別に僕はそのねどちらがいいとか悪いとかっていうのはまあその思わないんで、ただ、あのこのカーリースはデメリットだらけでやばいということはなぜかということを今回考えてるんですけれども。で <laughs> あの これもそうなんですねカーリースっていうのは契約満了時に、まあ、残っている生産があるからこれが良くないっていうことなんですよただこれっていうのもなんていうのかな自分で選べるんでですよね自分で選,べる選べるっていうことが分かってるんですよ。なんでかっていうとこのリースの契約の時にあの自分でで選ぶんですよよく分からなかったんですけどオープンエンド方式とかクローズエンド方式っていう2つの契約の種類があるっていうことなんですね。 でこのオープンエンド方式と、まあ、ク,クローズエンド方式っていうので、えー、まあななんていうのかなオープンエンド方式の方が月々のななんていうのかなーリース料金がい安いんですが、えー、あののー、ななんていうのかなそ,そういうだけじゃないっていうことなんですよだからなオープンエンド方式っていうのはあの月々のリース料金がい安いが、えー、まあなんだろうねその 契約時のな何かの変更とかによって、えー、車の価値が下がるとそのお金を差額を払わないといけないということでだからあのオープンエンド方式とクローズエンド方式の2つがある 月額料金はオープンエンド方式の方が安いが、あそ,のその後のですね、えー、なんていうのかな、解約の際の料金のことを考えると、この契約満了時の残価生産のリスクを考えると、クローズエンド方式の方がいいっていうことです。だから例えばこういうの全然知らずに、あいいんじゃないか、オープンエンド方式っていうと、ダメっていうことです。だからこれは調べたら、クローズエンド方式の方がいいっていうことが分かってるんで、こういったところに気をつければ、別にこのカーリースはデメリットだらけでやばいとか、そういうことにもならないと思うんですよ。でここ ここまでの流れをもう1回最後に確認します確認というのは何かというとカーリースで後悔しないためにはどういうふうにしたらいいのかということをもう一回最後に確認しますがあの 運転中に事故が起きる可能性っていうのはあるんですよ。まあ、何かしらのことで事故が起きるってあるじゃないですか。で、えー、車の,その修理代とかっていうのは契約者の自己負担になるっていうことなんで、これを考えてですね、対人、対物無制限っていうのの,の,あの任意保険に、えー、必ず入るべきだと思います。あの事故を起こすかもしれない可能性があるんで、まあ、皆さんも入ってる方あ、多くいらっしゃると思いますが、任意保険ね、任意保険へ入るべきだと思います。そうしないと万が一あの事故を起こした時困るじゃないですか。ほん払えないですから。 車の修理費とか、車が全損事故とかっていうことになったら、ただ、その対人、対物無制限の保険に入っていれば、保険のお金でカバーできる可能性がありますから、それには入っておく必要がある、かそういうことを、こういうことを必ず調べる必要があるっていうことなんですよ。で、もしそのカーリースを、まあ、契約するんであれば、この中途解約で違約金が発生するんで、期間とかもちゃんと考えてね、まあ、自分でっていうか。うん、であの この走行距離っていうのも調べたら無制限のプランというのがあるらしいんですこれにした方がいいと思いますもし借りるんであればまあそんなにえ走行しないんであればいいんでしょうけどどれぐらい走るかわからないっいうことであれば走行距離無制限のプランにした方がいいで最後のデメリットの最後の方にお伝えしたんですが この残価精査のない、えー、クローズエンド方式を選ぶっていう、えー、こうした方がいいと思いますだからいろいろなんかね細かいことがあるのかもしれないんですがもうクローズエンド方式を選ぶっていうふうにした方がいいと思いますあと、えー、リースって言ってるんでまあ,あ当たり前なのかもしれないんですが自分の車ではないですから改造できないんですよ若者がよくあの車改造したりするじゃないですか改造できませんからあのドレスアップとかっていうまあおなじみだと思いますけどあのねなんか車体を低くしたりとかあのタイヤを太くしたりとかそういう できませんので、改造とかドレスアップをしたいということであれば、も、えー、このカーリースというのはできないんで、えー、まああのー、ま万が一ねそんなので、えー、カーリース、えー、契約してしまうと、えー、まあ後悔してしまうということです。だからかあの改造とかドレスアップする人っていうのはカーリースをやめた方がいいということです。だから別に物事にはメリットデメリットがあるんで、そのね僕がお伝えさせていただいたあまあその違約金のことであったり、ねえー、走行距離無制限のものとか保険に入るとかクローズドエンド方式 とかっていうのをかのそういうことに気をつければ、まあ別にカーリースっていうのも別にデメリットだらけでやばいっていうことはないんじゃないかと思います。まあこういうことをま知らずに知らずにって言ったら失礼ですが、知らずに、えー、ね。 契約してしまうと大変なことになってしまうっていうのが、えー、今回の話だと思いました。まあ、リスナー様の何かしら一つでもお役に立っていただけるものがあればと思いまして、今回こちらの件について調べて、えー、お伝えしてみました、えー。最後まで聞いていただいて、えー、ありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。